では HTML5 によるロボット制御ということで話しさせていただきます。まあ、Twitter はこの名前でやっていて、普段は組み込みプログラムといってドライバーを作ったりですとか、ファームウェアを書いたりといった下回りを主にやってます。で、まあ、具体的に HTML5 でロボット制御とはというのに入る前に、まあ、概要というのを説明していきます。まあ、ネイティブから HTML5 というふうに書きましたけど、まあ、普通ロボット制御といいますと大体 C ですとか C プラで書くというのが現在の主流になっています。なんですが、徐々にですね HTML5 を使った、ロボット制御ができるようになっているという状況ですので、そのあたりを説明していこうかと思います。でここに来ていらっしゃる方で、まあ、まさにロボット開発をやってるんだという方はそんなに多分多くないんじゃないかなと思いますけど、まあ、IoT ですとかそのあたりでも応用が効きますので、ぜひ聞いていっていただければなと思います。で具体的にどういう方法でやるかといいますと、まあ、ここに書いた通り2通りありまして、まず Web ソケットで制御をしてみると、それから Web API を新設してみるという2通りがありますので、それぞれ説明していこうと思います。まず、まあ、ウェブソケット経由でロボット制御ということで、まあ、具体的にじゃあどういうロボットを使うかといいますと、ルンバを制御してみようかと思ってます。でちょっと後ろの方の方は見えづらいかもしれないんですけど、実際今このルンバを持ってきてあります。でこのセッションの最後の方に動かしてみますので、まあ、ウェブソケット経由でのロボット制御がどういったものであるかというのを見ていただこうかなと思います。でハードウェアの構成ですけど、まあ、すごく単純でルンバとこの USB シリアルのこのケーブルを介して PC と接続して、で PC と Web ソケットでつないだスマホで制御できるという仕組みになってます。でソフトウェアとしては、まあ、こういった作りになっていて、まあ、ROS とか出てきますけど、これをこれから説明していきます。でまずここに書いてある ROS というものを説明していきます。で ROS、まあ、聞いたことある方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、ソフトでロボット制御をやるよといった時に大体 ROS という選択肢が出てくるかと思います。で、まあ、ロボット制御をするために必要なライブラリですとかツールをまとめてある、まあ、ミドルウェアと考えていただければいいと思います。で、まあ、ロボットオペレーティングシステムっていう名前はついてるんですけど、まあ、Linux とか Windows とかと違って OS ではなくてただの OS 上で動くソフトウェアになります。で、これは何をしてくれるかというと、まあ、統一的な API を提供って書きましたけど、具体的に言うと例えば、まあ、ロボットというとペッパーみたいな人間の形をしたこういろんな動くところがあるロボットもありますし、このルンバみたいに血を這うだけのロボットもありますし、いろんなロボットがあるんですけど、そういったロボットに対してこう統一的な API、 同じようなやり方で制御できるというのを提供するのが ROS になります。で、まあ、ROS の残念というかあまりまだ普及してない点というか、その理由を言いますと、まあ、C プラを使って書かなきゃいけないということで、まあ、下回りの技術者しか今のところまだ手を出せないという状況になっています。なのでここを Web ソケット経由で JavaScript でも書けるようにしようというのが今日の話です。で、ROS を使う上でちょっと知っとかなきゃいけない用語がいくつかあるんで、その辺を説明していきます。まずアプリから ROS に対して情報を送る、例えば前に進みなさいとか右に回転しなさいみたいな、そういうのを伝えるのをパブリッシュと、こっちに書きましたけど、これをパブリッシュというふうに呼んでます。それから ROS からアプリ側に情報を伝える、これをサブスクライブと言ってます。でもう一個用語があってノードというのがあって、先ほどのパブリッシュっていう命令は
その移動の指示を受けるノードに対して送ります。でそれからサブスクライブっていう情報を取得するものは、例えば位置情報を取りたいなっていう場合は ODOM っていうノードがあるんで、それに対してサブスクライブの要求を出すと、こういう仕組みになってます。ちょっと一気に3つ用語が出てきてるんで慣れないかもしれませんけど、これを後々使っていきます。で ROS はまあこういう仕組みになっていて、次に ROS ブリッジというやつを説明していきます。でこれですけど、さっきの図で言いますと、ルンバを直接制御するのが ROS で、ROS は普通は先ほど言った通り C プラでしか書けないんで、じゃあどう JavaScript から書くかっていうと、この ROS ブリッジっていう Web ソケットサーバーの役割を持つアプリがあるんで、そいつを入れてそこ経由でスマホとつなげるようにするという仕組みです。でそういったものが ROS ブリッジで、 JavaScript を使って ROS を使えるようにするという仕組みを持っています。じゃあ具体的にどうやって使うかという話ですけど、そんなに難しくはなくて、イベントエミッター2ってやつと ROS リブ JS ってやつがあるんで、それを落としてきてダウンロードして使いますと。で具体的に接続する手順としては、こういうふうに roslib.ros ってやつで ROS 用のオブジェクトをまず作ります。でそしたら ROS コネクトっていうコマンドがあるんで、それを使って、これローカルホストになってますけど、適切な IP アドレスとポート番号に対して接続コマンドを出してあげると、これでROS を使うための WebSocket サーバーへの接続ができるようになります。じゃあ具体的にルンバに対してどういうふうに指示を出していくのかというのを説明していきます。先ほどパブリッシュってやつとノードってやつを説明しましたけど、コマンド、前進コマンドを送るためにはコマンドベルっていうノードに対して進みなさいよという命令を出す必要があります。で具体的にコードで言うと、このコマンドベルっていう名前のノードをまず作る。それからこのメッセージタイプってやつは、このコマンドベルっていうノードに対して ROS の中でコマンドを叩いてやると、このノードはどういうタイプのノードですよっていうのが出てくるんで、それをここに書いてあげ、ここに書いてあげます。この ROS ってやつはさっきこれで作ったやつですね。この名前を書いてあげます。で、実際にその送る命令、こっちはまだこういうノードを使いますよっていう定義をして、じゃあどういう命令を出すのかと、前進するのか回転するのかっていう命令を出すにはこういうふうな書き方になります。で、これちょっと。いろいろ書いてあるんで詳しく説明していくと、進行方向と速度、ちょっと急にここから、ロボット制御なので数学といいますか物理といいますか、そういう世界に入っていきますけど、まずリニアっていうのがあります。さっきのソースで言うと、このリニアですね、 X は何、 Y は何、 Z は何って書いてあって、これ進行方向と速度、1何メーターパーセック、1秒間に何メートル進むかというのを書いてあります。でさっきのソースだと X 座標だけが 0.1 で Y と Z が0なんで、自分が今向いている正面に向かって、1秒間に 0.1 メートルの速度で進みます。そういう意味です。でこのアンギュラーっていうのは、これは角度を
角度というか回転を表していて、ラジアンパーセックですね。ちょっとラジアンあんまり普段使わないですし、かなり昔習った覚えしかないと思いますけど、あの 2π が360度ですね。なので、まあ、6.28 って書いてあげると、1秒で1回転すると、そういうものです。でもさっきのソースだとこれフォワードっていう名前ついてるんで前に進むだけで回転は一切しないんで全部0を指定してあります。でここまでで、ノードはこれ使うんだよっていうのをここで定義してあげて、前進するんだよっていう命令をここで定義してあげて、最後にこのパブリッシュっていう関数を呼んであげるとルンバにこう指示を出すということができます。それから次はルンバから情報を受け取る。こちらは先ほどよりも簡単で、こういうノードから必要な情報を取りますよというだけですね。で先ほどと同じようにノードの定義を先にここに書いてあげて、でサブスクライブっていうやつを登録してあげると ROS から情報が届くたびにこのメッセージのところに値が入って、このコールバックがバンバン呼ばれます。でかなり頻繁に呼ばれるんで、一回呼ばれたらこのアンスクライブを使ってもう登録を削除するというふうにしてありますけど、でこのメッセージのところにはあの自分が今どっちを向いているか、まあスタート地点から見てどっちを向いているのかっていうのと、スタート地点から見て XYZ でどこまで進んでいるかっていう情報を取ることができます。でちなみに後でお見せするこのルンバは今説明したあの WebSocket 経由で動かしています。一番最初にあの WebSocket 経由で動かす場合と Web API 経由で動かす場合の二通りがあるということを説明しまして、で今まで説明したのが WebSocket 経由で動かすというやり方でした。では次にあの Web API を使ってルンバを動かすというのを説明していきます。で、まあ、Web API って聞くと皆さん2通り思い浮かべると思うんですけど、まずまあ Twitter API みたいに Web 上にあるサービスっていう意味が1つ目だと思います。で2つ目としてはあのナビゲーター、ゲットユーザーメディアとかナビゲータージオロケーションですとか、まあ、皆さん普段使っていると思いますけど、要はブラウザが持っている API ですね。この2通りがあると思います。で今日はあの扱うのは下のブラウザが持っている Web API について説明していきます。で、まあ、ゲットユーザーメディアとかだったら普通に今でもあるんでそれをそのまま使えばいいんですけど、ロボットを動かす場合、まあ、そういう API があるかというと今もちろんないので、じゃあそれを具体的に作っていこうと、そういう話です。まあ、例えば関数としてはナビゲーター.robot なんとかなんとかみたいな API を作っていけばいいと。じゃあどうやって新しい API を作るのかという話ですけど、まず Firefox を修正するというのを先に説明していきます。それから Foxberry Pi を使うっていうのを次に説明していきます。まあ、なんですけど、あの、まあ、Web API を実際自分で追加したことがあるっていう方は多分あんまりいないと思っていて、そうまでしてロボットを制御する意味があるんだろうかというふうに考えている方も多いのではないかなと思います。まあ、実際にその Firefox を自分で頑張って書き換えたとしても、どうせ自分しか使わないしそうまでして頑張る必要はないんじゃないかという気持ちがあると思うんですけど、まあ、意味としてはですね、今あの W3C のブラウザ&ロボティクスコミュニティってやつがあってですね、そこで議論を始めてます。つまりここで
あのロボット制御に関するその統一的な手法を作っておくことで、将来は他の人もその API にのっとってロボットを動かせるようになるというのを目指しています。なのでいわば、まあ、未来の標準を作るといいますか、そういったことを、考えてこういうふうな作りにしてあります。で、まあ、先ほど Firefox OS を修正するというふうに言ったんですけど、他にたくさんブラウザがある中でなんで Firefox なのかという話ですが、まあ、他と比較してハードウェアアクセスが一番安定しているっていうのが Firefox であるというのが一番の原因です。じゃあなんで Firefox はハードウェアアクセスが一番充実しているのかっていうと、Firefox OS を持ってるからなんですね。昨年末に、KDDI さんから FX0 っていう新しい端末が出たっていうのを皆さんご存知の方もいると思うんですけど、あれは結局その目に見えるものは全部 HTML5 でこなしているので、それは電話をかけるとかそういったことも全て HTML5 でできなきゃいけないという制限のもとで動いてます。なのでハードウェアをいじる API を、追加せざるを得ない、そういう状況になっていて、でかつFirefox ブラウザも Firefox OS も月光っていうエンジンを元に動いてます。で両方とも同じ共通の月光エンジンを使ってますんで、 Firefox OS の API が拡充されていくとともにブラウザ側も拡充されていくというふうになってます。なので結局普通の Firefox ブラウザであってもかなりハードウェアをいじる能力が高いということで、今回こちらを拡張しようと思いました。で、普段はあまりウェブアプリを書くときに自分が例えばナビゲーターゲットユーザーメディアって関数を呼ぶことはあるんですけど、それがどこで実装されているかっていうのはあまり意識することはないと思います。なんですが今回はその辺を意識して実装していこうかなと。じゃあ具体的にコードの場所なんですけど、例えばジオロケーションだったら月光ドムジオロケーションっていうディレクトリがあるんで、そこの下にコードがあってそれを使って実装されてます。なので例えばロボティクス関係を実装したければ、この月光ドムの下にロボティクスといったディレクトリを作ってあげて自分で実装するということになっていきます。とは言ってもですね、やっぱり JavaScript と C++ 両方書くというのはなかなかそんなに楽ではない。一回その API を作ったことは私の方であるんですけど、そんなにちょろっとできるものではなかったという話です。なのでプロトタイプを作るレベルでしたら Foxberry Pi というのがあるんで、そちらを使っていけばいいかなと思います。で、Foxberry Pi のこのちょっと WebIOPI ってやつがあって、まずこっちを先に説明しますけど、ラズベリーパイの上で動く IoT フレームワークがあって、これを WebIOPI と呼んでます。でこれを使うと、HTTP 経由でコマンドを何か投げることでハードウェアの制御ができる、まあ、この辺につながっているようなセンサーの値を持ったりとか LED をチカチカとか、そういうことが、HTTP コマンドを投げることでできるというのがあります。これが WebIOPI で、Foxberry Pi っていうのは Firefox OS 経由で HTTP コマンドを投げて WebIOPI を使うという仕組みで動いているんで、例えば新しい API を使いたければナビゲーター .何とかのところを自分で勝手に定義してやって、中身は HTTP でコマンドを投げるというふうな作りにしてあげれば擬似的には同じことができるという使い方です。で具体的にじゃあ Web API を使うじゃない新しく作る方法は、今言ったような2通りがあるわけなんですけど、じゃあどんな API が必要なのかということを考えていきます。
まずロボットを動かす API で、ロボットを動かすっていうのを突き詰めていくと当然モーターを動かすっていうことになるんで、まずこのような API がいると。それからロボットから情報を受け取る API、まあ、関節が何度になっているかとか、センサーで今モーターが何度超えてるんでそろそろ止めた方がいいとか、そういうのを知るためのセンサー情報ですとか、あとまあカメラの情報については WebRTC で受け取ることができるんで、これは別に申請する必要はないかなと思います。で、結論として必要なのは、まあ、GPIO と I2C ってやつなんですけど、ちょっとこれらについて説明していきます。普段ハードウェアをいじったりとかされている方にとってはおなじみかもしれないんですが、GPIO というのは、まあ、ジェネラルパーパスインプットアウトプットっていう略なんですけど、まあ、要はピンの名前ですね。ハードウェアからピッと出てるピンがあって、それをどう使うかということ で、 GPIO っていうピンはインプットとアウトプットじゃなくてオンとオフ の切り替えができます。例えば 5V の電圧が来てたらオン、 3V だったらオフみたいな形で切り替えもできるのが GPIO です。で、具体的にどうやって使うかっていうと、例えばオンの状態だったら、モーターを動かす、オフだったらモーターを止めるっていうふうに使えることができます。で、これがまず GPIO で、もう一個 I2C というのがあります。これはCR の通信ですね。1ビットずつパラパラデータを送る、そういうのに使うためのバス で、先ほどの GPIO ですとモーターを動かすと止めるしかできなかったです。なので全速力でギュッて反進して次にピタッと止まるっていう動作しかできないんですけど、普通車とかでもそうですけど、だんだんこうゆっくり速くなって進んで止まるときはゆっくり止まるというのが普通です。で、 I2C を使うことでその電圧を細かく制御できて、例えばモーターの回転数をいくつにしたいから 3.3V の電圧をかけましょう、もうちょっと上げたいから 4V の電圧をかけましょうみたいな使い方ができます。それが I2C バスです。で、具体的にどういう API が、作られるかというと、先ほどの GPIO の場合は説明した通りオンとオフしかないんで、 GPIO ピンってたくさん20本だの30本だの出てるんで、どのピンに対してそれを行うか、例えば10番ピンにモーターがつながってたらここに10って書いてあげます。で、1ってやるとモーターが動き出して、で、0って書いてあるとモーターが切れると、そういう使い方ができます。で、まあ、リードってやればピン番号と、あそこ、これは値いらないですね、ピン番号を指定するだけで値を読むことができると。で、次の Web I2C API、I2C デバイスはちょっと GPIO より複雑で、デバイスを例えばまあ Linux に挿してあげると、このスラデバ I2C アンダーバー1っていう風な名前が自動的につきます。で、まずこのデバイスを使うんだよっていうのを API に指定してあげて、それからこの 0x64 っていうのはそのデバイスについてるアドレスなんですね。で、これのアドレスはその Linux でコマンドを打ってあげると、僕はこのアドレスを持ってますっていうのを返してくれるんで、それをここに指定してあげます。で、このコマンドを打つことでI2C デバイスっていうオブジェクトを取ることができて、で、このオブジェクト経由でモーターの制御をしていきます。で、今回使ったのがその DRV8830 っていうモーター制御用のハードウェアがあって、これ経由でモーターを制御したんですけど、それの動きを言うと 0x00 っていう番地に値を書いてあげることによってモーターの電圧の制御ができます。なので、例えばそのちょっとこれ大きい値に見えるんですけど、下位2ビットがちょっと他のことに使っていて、上位6ビットに値を指定するようになってますが、そういうやり方で例えば 3.3V にしたりとか、
4ボルトにしたいみたいなのをここで指定することができます。でまあちょっと最後の I2C だとか GPIO あたりですごく皆さんのテンションが下がるのを感じたのでかなり心苦しいんですけど、こういうふうにですね、HTML5 でもロボット制御がかなりできるようになってきてますと。でなのでかなり楽しいと私自身は思っているのでぜひやっていただきたいなと思ってます。であと今説明はしなかったんですけど、このテッセルですとか SVE のですとかこういう JavaScript で制御できるハードウェア他にも出てきてるんでぜひ、触って楽しんでいただければなと思います。はい、でプレゼンは以上でちょっとルンバのデマの方をお見せしようかと思います。このコマンドで、ROS ブリッジを起動します。さっきのスライドですと、このコマンドでルンバ側のノードを起動してます。後ろの方見えないですかね。ちょっと必要であれば立ち上がってみていただければ。っていうボタンを押すとルンバ君の向きが今向こう向いてるんですけど、フォワードっていうボタンを押すとちょっと動きます。でこのコードがですね、先ほど説明したこのフォワードっていうのは X っていうのは自分にとっての前方向で 0.1 が0.1 メートル毎秒で動くというお話をしたんですけど、現在 0.1 になってるんでフォワードって押してもこのぐらいのゆっくりな動きです。これをちょっと 0.3 とかにするとちょっと速くなった。なのでこれでちゃんと JavaScript で動いているんだなっていうのが分かっていただけたかなと思います。で、まあ、レフト、ライトってやれば
回転がしますね。で、レフト今 0.5 なので、ラジアンで言うとちょっと 0.5 よくわからないので、2π が360度なので、2分の π が90度になると思うので、3.14÷2 で、1.5 ぐらいにすれば、1秒で90度動くはず。大体そんな感じ。どういう処理をしているかっていうと、レフトボタンを押したときにパブリッシュ、つまりコマンドを実行してるんですね。で、それから1秒間経ったら今度は止めるコマンド、つまり XYZ に全く何も指定しない、全部0にしとくと止まるんですけど、で、レフトっていうコマンドを出して1秒後に止めるっていうコマンドを出してます。なので理論上は毎回90度回って終わるはずなんですけど、ここはやっぱりソケットなんで到達が遅れる場合があります。さっき見ていただいたようにちょっと1回目は遅かったですよね。遅かったっていうか、あんまりというか90度回らなかったですよね。そういうことが起きます。ちょっともう1回やってみましょうか。今回ちゃんと90度回りましたけど、一発目はちょっと遅れる場合が比較的多いです。なのでウェブソケットを使うと、まだあまりその厳密なコントロールは難しいという現状です。はい、デモは以上になります。でプレゼンもこれで以上になります。はい、ご清聴いただきありがとうございました。